数学三重講シリーズ紹介します。大学数学の教科書って読んでみると難しい。でも数学が専門でない人、一般向けに大学数学を扱う本は少ないんですよね。そんな珍しい本が数学三重講シリーズ。この動画を見れば読み物で大学数学に入門できることがわかります。大学数学が難しいと感じるならぜひ見てください。三重講シリーズは一つの話題につき8ページ程度で解説していく本です。一つの話題が1項で、それが30個あるので30項。微分積分、線形代数、集合、位相など大学レベルの数学を扱っています。2024年に新装版が出た人気のシリーズです。特徴は教科書ではなく読み物ということ。刊行の言葉から引用します。数学の本というとごく優しい解説書か、スタイルのほぼ決まってしまった教科書の類しかないという現状に、私は前から飽き足りない思いがしていた。めちゃめちゃ同意です。スタイルの決まった教科書は定義、定理、証明の繰り返し。大学数学の教科書や論文は基本的にこの型にはまっています。論理性の面からはその方が読みやすい。しかし数学初心者にはハードルがあります。そのお堅さを打破してくれるのが三重講シリーズです。数学の本にしてはイラストや図解が多いです。1日1つ読めば1ヶ月で読めます。とはいえ扱うテーマは優しくはありません。理論をきちんと学びたい、定義や定理の気持ちを考えたい、理論的な教科書で挫折した、大学数学を別の側面から捉え直したい、数学の本質に迫りたい、そんな人におすすめです。デメリットとして、教科書に比べると厳密さや論理性が落ちます。まだ定義されていない言葉が急に出てきたりします。教科書でないと言っても完全に親切な本でもありません。万人向けの分かりやすい本では全くありません。試験問題を全てカバーするものでもありません。しかし大学数学の分かり方の一つを提案してくれます。個人的な登山ガイドのようなもの。教科書がすでにきっちり読めている人には必要ないかもしれません。しかしそのレベルに本当に達している人は少ないです。したがってこれから大学数学を本格的に学びたい初心者におすすめ、教科書の副読本として合わせて読みましょう。三重講への個人的な印象を話しましょう。学生時代に図書館で出会いました。確かルベーグ積分三重講、より専門的な科目になるほど優しい教科書は減ってきます。そんな中で三重講に出会い、いくつか読みました。数学科的に論理的に読むと三重講にはギャップがあります。三重講を精読するなら教科書を精読した方が良いのではと思うようになりました。でもそう気づくきっかけを与えてくれたのが三重講でした。つまり三重講はラフに読めばいいと思います。数学科では精読を学びますが、ラフに読む方法はあまり教えられません。例えば数学書の読み方、大学数学への入門として堅実で好きな本です。王道の伝統的な読み方を優しく伝えるもの。その数学科的学びは論理と形式によりがち。それも数学の分かり方の一つですが唯一ではありません。三重講は精読ではない、オルタナティブなスタイルを提示します。数学そのものの精読で論理だけにとらわれない。この概念は直感的に言えばどういうことか、どんなモチベーションでこの理論が考えられるか、抽象的な数学に具体的な問題からじわじわと向かっていきます。僕は大学数学の勉強法で具体的に考えようとよくアドバイスします。その実例が見られるのが三重講シリーズです。三重講は読み物としての数学書の読み方と言えるでしょう。趣味の大学数学というチャンネルの精神的な手本の一つです。具体的な三重講を4つ軽く紹介していきましょう。数学科の教養、基礎科目の4つ、微積分、線形代数、集合、位相を取り上げます。まずは解析入門三重講、微積分の理論の本格的な教科書。例えば杉浦解析入門1で扱う話題が多いです。より初歩的な話題は微分、積分三重講で扱われています。解析入門三重講の第1項は
数直線の生い立ち、これにはしびれる。というのも、教科書では絶対にこんな言葉遣いをしないからです。例えば杉浦一生は、実数と連続です。実数論と呼ばれる分野をじっくりと味わっていきます。第五項は関数の極限値。つまずく人が多い、イプシロンデルタの話が出てきます。講義で理論の話を重視しているけれど、教科書が全然読めない。そんな人は、まず30項を試すと良いでしょう。30項の1項は、ある程度は独立して読めます。しかし、数学の理論には、流れもあるのが読み取れます。普通の教科書は、そこが無機質になりがちです。トピック同士の関連性を意識して読むことは、30項から自然と学べますね。解析入門30項に続く話題としては、複素数、ベクトル解析、ルベーグ積分の30項があります。続いて、線形代数30項。第1項は、鶴、亀山と連立方程式です。線形代数は、中学数学の一般科なのです。学び始めの時に、その視点を得るのはとても大事。行列とは数を並べた抽象的なもの。こうして線形代数が始まるスタイルとは、全然違います。まずは、連立方程式の体系化の側面がわかるのです。前半では、n イコール2や3の例が多いです。まずは連立方程式を出して、そこから2次元のベクトルの話へ、ベクトルから空間 R2 へ、ベクトルの操作として線形写像を導入する。普通の教科書は、抽象から具体へ降りていくスタイルが多いです。30項は、抽象を所要としません。まずは具体を考える。ステップバイステップで抽象化していきます。この学び方は、どんな大学数学にも通じるものです。線形代数30項に続く話題としては、群論。固有値問題の30項があります。固有値問題は線形代数的なものから始まり、関数解析の入門になっています。次は、集合への30項。微積と線形は一般書も多いですが、集合と位相は減ってきます。しかし、集合はめちゃめちゃ大事です。僕個人として、微積と線形と合わせ、集合に触れるのをおすすめします。というのも、解析と線形の30項にも、集合の視点が使われているからです。大学数学で、集合を使わない分野はありません。集合への30項は、例えば線形代数と比べると、話題が難しめ、無限や濃度が目標です。4項から個数の話題で、駆け足の抽象化を感じます。ちょっと普通の教科書っぽさがある。でも、ティータイム、コラムは必読です。29項、連続体仮説から引用します。実数の集合を、数直線上の点としての、一つのまとまったものとしての認識から、集合論が示すように、完全に一つ一つ分離されたアトミックな、弦としての集まりと見る見方に、移行するには、私たちの無限に対する理解の仕方が、なお十分でないのかもしれない。こうした個人的な感覚は、教科書では普通読めないもの。中学高校では、実数は数直線上の点で表されるものと説明されます。大学数学では、集合論をベースとして、数、要素の集まりとして実数の集合を考えます。後者の視点で大学数学は進みますが、両者のギャップは小さくありません。30項目は、集合論の創始者と言われるカントール、数学者の数学の話があるのは嬉しいです。このテーマでは、集合と位相をなぜ学ぶのか。この本も非教科書的で面白いので、手に取ってください。最後に、位相への30項。端書きが本当に良い。かいつまむと、次の通り。20世紀になってから、専門的な数学は難しくなり、専門家しか読めなくなっていった。しかし、位相、トポロジーの話は、数学以外の人にも人気がある話題。それは、遠さや近さを扱っているから。でもそんな感覚を理論にしようとすると、抽象的になってしまった。僕たちの中にある、近さの感性を生かし、一歩一歩考えていこう。第一項は、遠さ、近さと数直線、難解と言われがちな位相というテーマへの、理想的な導入です。入りは優しいですが、それなりに中盤から難しくなります。連結性やコンパクト性まで、位相の一通りの話題です。特に図解が多くて嬉しいですね。25項のコラムでは、
現代数学の流れを作ったブルバキの話が書かれています。理論をただ教えるだけでなく、それをどう捉えているのか、数学者の個人的コラムが読めるのは三重構のいいところです。ブルバキについては動画を作っているので、そちらも見てください。微積分、線形代数、集合、位相は大学数学の重要テーマです。教科書でない形でありながら単純化もしすぎず向き合いたい、そんな人はぜひ三重構シリーズを読んでください。概要欄に Amazon のアドレスがあります。